こんにちは、ビンゴボーラストリーでーす。ついに始まります、ラプソディザライブのリハーサルの、まさに練習の真っ最中に今紹介の動画ってことでこちら撮っております。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、みんな気になるそんなラプソディザライブ、どんなものなのか、ちょっとじゃあ潤くんから説明してもらいたいと思います。お任せください。ラプソディザライブはですね、ベストワークラプソディーザライブはですね、ラプソディーの完成形とも歌っているように、ラプソディーが当初から到達したいと思っていた新しい音楽系体験の形を具現化したものとなっております。ラプソディーの楽曲を生バンドの演奏とともにステージの上で表現することで、カズマやラッキー、虹色や金次の歌をさらに皆さんにダイレクトに感じていただける形、それがラプソディーザライブになっております。すごい、楽しみ。楽しみですね。ですのでですね、物語の世界の中で実際にライブを見たような楽しさをありのまま感じてもらうことができます。ゆえに立ち上がったり声を出してもらったり、サイリームとかペンライトとかバンドルライトを振って応援していただいて OK でございます。なるほどね。はい、なので今まで あの来たことないという人たちも全然予習とか全然しなくていいですので、気にせず僕たち全力でおもてなしさせていただきますので、来てくれると嬉しいです全力でお待たせって今も聞こえたじゃあそんな気になるラプソディーザライブ、いつやるんだいと。そうですね、ということなんですけども、こちらです。10月1日から始まりまして、明日ですね、明日10月1日から始まって、10月15日、10月29日、11月の12日、11月の26日と、各週で計5回公演決定しております。おめでとうございます。でね、時間は15時開演で、場所は、ライブアニメやらせていただいてます池袋晴れ舞台さんで、ライブアニメも上演ね、何せライブハウスですからね。そうですね、ですので、7月より公演しておりますライブアニメラプソディと交互の、週替わりの公演になりますね。で、みんなね、生バンドライブってことは、演奏してくれるメンバーが必要じゃないですか。そちらがね、一体どなたがやってくれるかと言いますと、こちら十字架菅原竜也が所属しております、スーパーバンド、めぐみの皆さんが、なんとラプソディの曲も演奏してくれます。やったありがとうございます。もうそうなんですよ、うちのめぐみのメンバーもみんな本当超楽しみにしててくださってましてで僕メンバーですけど、ちゃんと虹郎として 100% 虹郎として、ライブ挑みたいと思っております。よろしく。続きまして、ザ応援のコーナーでございます。今暑苦しいフォントでザ応援というのが出てると思いますけども、ザ・ライブというのはですね、皆さんと一緒に大盛り上がりで曲をと空間を作り上げていこうということになってますので、我々がこの曲ここのとこで、ね、こういうコール&レスポンスあるよね、ぜひやってねとか、ここでこう盛り上がってねっていうのを、今のうちから事前にお伝えして、ちょっと示し合わせてやっていこうということでございます。よろしくお願いします。でももちろんここで、提案した曲っていうのを、その日公演でやるとは限らないんですけど、もしねその曲が来たら、大いに一緒にやって盛り上がってもらえたら嬉しいです。そうですね、お願いします。はい、じゃあ早速、一番コール&レスポンス激しそうな、春の十字架だっちゃんから。多いですよ。お願いします。春の十字架は、ね、春の十字架だとね、そうですね、あれですよ、健康的。あれはもう大盛り上がりですから、ね、あったっけ、コールレスなんか。あるんですよ。ヘイヘイヘイとか。ね、ありました。あるんですよ。思い出した。ヘイヘイ。実際にじゃあちょっとやってみます。お。ヘイヘイヘイ。ね。いや、できるよ。ちょっと予習しましょうよ。やるぞ。ね。よし、準備運動から。よし。じゃあいきますよ。はい。はい、じゃあミュージックスタート。天空一匹。あ、もうここにある。出発。桜が散った後に生まれ目指す場所もいい。行くよ分かる。行くよ。ヘイヘイヘイ。ここでーす。これはたまったらもう楽しいでしょうね。盛り上がりますからね。これは楽しそう。ワクワクしますよ。そうそうそう。なるほどなると。まだあります。まだありますか。まだあります。すいません。テイク飛行。おっ。
シェイクシコもまたねドスを聞かせてこの言葉を言ってもらいたい。はいはい、ヘタレヘタレ。ああ、じゃあ一回練習してみましょう。ミュージックスタート。愛やつに囲まれ愛想笑いしてる俺を上から眺めてる最低な気分。はい、ヘタレヘタレ。気合入ってるでしょ。いや素晴らしい、気持ちいい、気持ちがいい。じゃあ続いては、はい、ジュン君ピンクフラッグ、はい、どこをやってほしいかっていうのをプレゼンしていきましょう。はい、ピンクフラッグもあるんですよ。はい、そのロストで、はい、サビ前、はいはいはい、B メロかのストップっていうのを一緒に言ってほしい。はい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 、ね、みんなでやってやったら気持ちいいと思うんだよね。本当か本当か、やらせてもらえるらしいんでみんなでやろう。よっしゃ、やってみよう。よし、お願いします。どこだどこだ。くぞ、くぞ、ここだ、ストップ。ここか、これこれですね、はい、みんなにストップってね、はいはいはい、言ってもらおうと。そうね、はい、じゃあレオちゃんは分かりますか。はいはいはい、そうだな、まあ分かりやすいコールレスポンスみたいなのはね、うん、バンドファンの皆さんもご存知だと思うんですけど、うん、あんまりないので、はいはいはい、ハモリを全部歌ってくださいっていう無理だな。ナイかそうではなくてですね、ええ、そうだな、まあ、一番ねこうグッとくるシーンといえば、うん、ライブでね、うん、この空を晴らすためのリスト、うん、サビでこうみんな手振ってるじゃないですか。あー、こうやって言ってる、うん、ちょっと皆さんそこでねこうお手手を振っていただけるとものすごくいい景色が生まれるんじゃないかと思ってますので。いいかもね。じゃあここも一旦我々お手手をフリフリ、ね、皆さんにお手本をお見せしていきましょう。頑張るぞ。ではでは、この空を晴らすためのリスト、はい、サビをお願いします。うん、あの日を今、うん、あ、いいね、拾い上げる。右から右から右から、どっちでもいいよ、どっちの手でもいい。この空を晴らすためのこれは可愛いし感動の景色がね、そうね、見せてください、僕のお目目によろしくお願いします。お願いします。ではでは、最後はシステムオムロマンス、うん、はい、どっかありますか。360度のお、はい、あるところを、あるところ、あるところ、あるところ歌っていただけたらなと思いますよ。はいはいはい、はい、どこだどこだ、まあ、早速ですけど、うん、ミュージックお願いします。お、お早いぞ。どこだどこに、え、わかんないますね。なんだっけ。セイ、うわここか、ここだ、ここです、はい、ここか、はい、知らず知らずの間にお客さんたちの方からやってくださってたっていう経緯の実はこれあるんですけど、はい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 、ぜひ一緒に歌っていただけたら楽しくなりますよ。よろしくお願いします。やった、うん、はい、はい、ただなんですけど、これすべて今、ピンクフラッグから、システムオブロマンスまで解説させていただいたんですけれども、楽しみ方は自由なので、ご自身のスタイルで、自由に楽しんでいただければと思います。はい、音楽は自由なので、はい、余裕だ、オリジナルの振り付けで踊っていただいても構いません、うん、はい本当かなということで、はい、ラプソディライブアニメと明日から始まりますラプソディザライブ、両方ね各週で回を重ねるごとにアップデートをしながら、どんどん皆様を楽しませていきたいと思っておりますので、もうねチケットも絶賛受付中なので、気になる方は遊びに来ていただけるととっても嬉しいです。はい、はい、ね、新曲とかも追加されてライブアニメもどんどん雰囲気が変化しているので、うん、それもね楽しみにしていただければと思います。はい、どちらも我々自信満々でお届けしてまいりますので、うん、はい、ぜひぜひ会場に遊びに来ていただいて楽しんでいただければと思います。思います。ではでは、毎週日曜日池袋晴れ舞台でせーのお待ちしてます。